カプセル級っていうらしい、これもらったんだけど、カプセル級、このヒョウモントカゲモドキワイルドっていうのがレアカラーらしい。これほら置いといたらこの子が登ってた。全部並べて自由に置いといたら1日でここの子はここに登ってた。レアカラーが好きなんだね。見てほら、なめはだタマオヤモリ、かわいいね、かわいいね、かわいいね。ほら、枝葉ヘラオヤモリ、枝葉ヘラオヤモリね、なんかポケモンに出てきそうだよねこれね。ヒョウモントカゲモドキのカラーバージョン、こっちがハイポタンジェリン、これがスーパーマックスノースノーホワイト。この子はワイルドカラーが大好き。自分の体勢作っちゃって居心地良さそうだよねこれね。ワイルドカラー、玉をもつけとこうか。冬のカマキリ成長日記。メクラちゃんはこの通り、今日も目が見えてないですね。今日もご飯食べました。今日のご飯はカマキリでした。あ、結構何、共食いの食べ残しのカマキリとか、死にたてのホヤホヤのカマキリとかがいたりするんだよね。ここ今 14,5 匹いるんですけど、どうしてもここのカマキリたちを全部きちんと世話することは無理なんで、小バエをここに大量に落としたりはしてるんですよ、ただまあきちっと面倒見るのは無理なんで、共食いとかどうしても起きてるみたいですね。なんで残骸を発見した時には、メクラちゃんの餌とかになってます。今日も食べました。2台のゼロも食べましたね。見てほら、目がゼロちゃんみたいでしょね。だから2代目なんだよね。そう、保護色になってるから選んだんかな、なんだろうね。全然食べな、びっくりする。食べたね。以上、今日は ICU の子たちに新しい玩具をプレゼントしました。サーモンもよく食べるようになりましたね。お前落ちたんか。